ミルクサッカーアカデミー東京校は午後の休憩時間。ここは皆様からの質問、ご意見、ご指摘をゆるーく振り返りながらゆるーく雑談、今後の番組作りについても考える、そんなカフェテリア。花粉大丈夫ですか先生は？ダメです。ダメなんですか？すいませんちょっと笑っちゃいました。花粉ダメなんですか？乳製品だけじゃない花粉もダメで。辛いですよそれはね。これどっかでもしかして言ったかもしれないですけど、ちょうどこの時期受験シーズンじゃないですか。あ、今もう真っ盛りですよね。僕はその昔東京大学を受けたんですけど、はいはいはい、東大を受けるときに東大受けてんだもんな。消しゴムでこう消したりとかあるじゃないですか。僕その日受験中に消しゴムで消して、その消しゴムのカスがたまるんじゃなくて花粉症で鼻かみすぎてティッシュの山になってリスニング聞こえなくて0点とかあったんですよ。それぐらい花粉症ダメです。なんか対策しなかったんですか？その日来ました。行ってきた。東大の受験の東大行ったら、あ、今日からかいっていう感じ。もうおぼし飯ですねそれはね。しょうがなかったんだな。それで早稲田大学に入るわけですよね。ああそうですか。花粉に押されるように。花粉に押されるように早稲田行きました。早稲田大学ですもんね。すごいですよね。じゃあ憂鬱この時期。ただ今年はまだそんなには来てない。あ、そうですか。鼻うがいするといいですよ。あ、本当ですか。じゃちょっとこれからは塩を売ってんのもあるでしょ、浸透圧水みたいな。あれ作れるんですよ。食塩こう水に混ぜていい感じができるんですよ。失敗して濃すぎると海で溺れた時思い出す感じになるんですけど、いい感じにすぐ鼻からスーッと取って苦しくな鼻から口からバーって言うともう驚くほどすっきりいたします。ちょっとなんかやばくなったらちょっとやってみて。おすすめはそれをね家のカップでやるんですけど、鼻に当ててこう飲むんで鼻からいい方法があって、結婚式とか行くでしょ、引き出物もらう中にコーヒーカップのハート型してるやつあるでしょ、上から見ると真上から見るとハート型、あれを左手に持つんですよ。そうするとお尻みたいな形になるんですよ。乗りますね。要はねあれってなんか捨てちゃったりするじゃないですか。だってコーヒーとか飲みにくいし、なんか尖ったところで口やったらあちってなるし、でもお尻型にするとこれまた不思議、塩水入れて鼻の形にぴったりなんです。両鼻に入るね、これで鼻から吸って口から出したらもう鼻うがい用グッズですよあれは。何の話だでもこれは一番の新郎新婦にとっての感謝がいつも思い出しますから、おめでとうって思いながらありがたいですね。花粉も思い出してますから。なるほど。ある種ね、サッカーの話どこ行ったんですかね。なんですかこれもサッカーですよ。そうだよつなげてください。そうだよこれもサッカーじゃん。違います違いますよ。いやでサッカー選手も多分開幕序盤のコンディションというのは花粉症の人も多いだろうからいるでしょうね。大いにこう左右されると思うんですプレーにね。ねとかほら外国人選手も来てさ、花粉症なんてなかったのに初めて日本でなった。でもそれに気づくのに3年かかった。それを治療したらすげえパフォーマンス出したとか、実は語られてないストーリーがあるかもわかんないですよ。かもしれませんね。確かにね、そうね。ちょっとこの時期ですからね。だからみんな花粉症のせいなのに、なんで私最近ちょっとテンション高くないんだろうとか調子悪いんだろう、なんかパフォーマンス上がってる、ああ嫌だっつってうつ病まで行く人いるらしいんですから。らしいですよ。だ注意してください。あとはもう花粉症のせいにしたらいいんですよ全部。逆に花粉症の人はね、あこれ花粉症だからしょうがないよ、できねえできねえ花粉症なんだからって全部雪のせいだじゃなくて、いやそうですよ、全部花粉のせいだ、そうこれも失恋も夏のせいだみたいな感じでもうね、何かのせいにしたらいいんですよみんな。そうです、花粉症のいい言い訳ですよこれはね。そうですね、そういうことです。言い訳持って生きていきましょうっていうね。これもサッカーでございますね。ミルクサッカーアカデミー井上真央でした。早いわ早いわ、まだ3分4分でしょ。僕もちょっと憧れがあるんですよ先生みたいに語りきって締めてみたいんです休み時間ですから今ね。確かにそうですね。いいんですよサッカーの話しなくても。この間だってこのゆるカフェに来てくれてるね、人なんてもうだって休み時間の人なんだからね。仕事サボって結局ね先生の横顔に迫りたいっていうゆるカフェ、誰も聞いてなくていいんですからこれ。そうこれはもう収録を何本も撮りました。今日も撮りましたよね。疲れたと。その中のもう雑談ですから。そうですね。何撮りましたっけ先生？今日撮ったのはあれですね、 J2。 その前に前日ねライブ配信やって、で翌日に今小池龍太会、そしてあとメッシ、あと J1 J2 のプレビュー出してってところですね。勉強になったの。最近ぐんぐん勉強になってる気がします先生。いや楽しかったですね。小池ね、メッシさんすごい。シーズン始まってまたちょっとね、先生のこのなんていうんですかね、分析眼をね、私楽しめてますよ。まあやっぱり、ね、どう考えても、冷蔵庫シリーズだったり、はい、戦力戦術分析シリーズは準備が大変すぎる。いやまずそれをそうです、ここでねぎらわしてくださいよ先生。戦術まあ台所シリーズ、冷蔵庫シリーズ、はい、あれも J1、J2、J3 までね。やってきましたね。はい、一つちょっと遠い目をするぐらいやりましたね。やりましたね。先生は準備、おしゃべりして、で僕があと編集、サムネイル付け、いろいろやってきましたけども、先生がある日ね、開幕前にまたもう一回やりませんってなって、メンバーも変わってますし、これはもう皆さんのためにも2019楽しむためにもこれは我々のね使命ですよ、まーさんと。そうですね。つってじゃあやりましょうっつって、まーさん違いますよ。J2 もやりますよ。ああやりますよ。まだ J3 もやりますよ。わかりましたっつってね。決めたの2月の7日とかそれぐらいですからね。本当ですよね。J3 終わるぐらいのところでやっとやるっていう。いやーそこから開幕に先生間に合わせたのはすごかったね。まあよく間に合いましたね。そして J3 間に合うのかまだわかんないですけどね。1日6本出した時は朝でよくかけたら間に合ってないんですけどね。間に合って届けば間に合ったっていう結果論ですから、結果論。いやすっごい鬼のね、うちもそのアップロードの回線がさ、もうパンクしそうでしたもんね。でもアップロードするのを待たないと次の作業ができないわけじゃない、はい、ね、その間寝ちゃうんですよ。で朝開けると「あーいかー」って言って「6時だ!」っつって「6時半に出さんといけんから」っつって、そのルールもなんやねんと思うんですけど、6時半までバーッとやってね、間に合ったの思い出ですよね。思い出ですね。思い出、冬の思い出ですよ。いや本当先生お疲れした、本当に。いやいやまだ J3 残ってますから。あれを折に触れて振り返りながら、レビュープレビューを見ながら J リーグ楽しんでる。そうですね。まだまだここからは結構そういう今度新しいね、そっちですね、分析シリーズ系だとかをやっていくのが多くはなると思うので、それはシーズン内やってって、はい、あとは、ちょくちょく海外組ですよね、海外組が所属しているチームに関しての、はい、ご紹介だとか、あとは地域リーグ系の戦力、地域リーグもやってくれるんですか。やるよ。やったー。全部はでもできないよ。いやこれ河合塾だったらすごいパックですよこれ。日本史と文化史とかっていうような感じですからね。要は合宿でやるやつですよこれ。そうっす。集中講座ですね。だからあとはね、今新しくだからいろいろ退屈しねえな。いろんなことね、新しくこういうことやりたいなとか思ってるものはあるけど、どうしてもね準備に時間かかる、もしくは単純にお金かかるとこもありますから。お金かかる。そうか。そういうものがあるから、それはねもうこのチャンネル通して頑張って。ああそうか。いろんな仕事しながらだもんね。確かに私もそうですけどもね。まあいろんな仕事を犠牲にして。でもね、はい、ありがたいことに聞いていただいてね、こうメッセージいただけることがだけが支えですもんね。そうですね。それだけが支えですよ。本当にそう。誤字脱字とかも教えてくれますしね。それだけが支えですよ。我々ダブルチェックしても見逃すこといっぱいあるんだよ。いやこれはね。でもこれよく見ると結構な固いね、ちゃんとしたサイトでも誤字脱字ありますもんねこれね。ありますね。しゃあないっちゃしゃあないですよこれ。試合の開始時間とか間違ってることざらにありますからね。そうですか。人間がやることですからね。そう確かにしょうがないってもないようにしますけど、これ動画に上げちゃってるもんに関しても直せないんでこれね。もう一回撮り直す以外ないですからね。なんで全然ね皆さんにねこう探してほしいんですけど、サムネイル間違ってて上からもう一個サムネイルかぶせてる時あるんでね、再生すると元の間違ったサムネイルが出ることあるんで、それを見つけた人には何かね送りますんで。そう苦肉のね、苦肉の消してあげるのはちょっとできないんでね、それはもう一期一会だからしゃあないですね。まあでもちょっと未完成な部分もあってしかるべきだと思いますよ。それはいいんじゃないですか。ハードル上がっちゃうから。そうですね。可愛げがなくなっちゃうから。そう、まだこれ仕事でやってるわけじゃないですか。我々ね趣味の一環のはずですから本当は。なんかでも時々ですね、全チームをこなしながら寝る間を削って朝から仕事なんで早朝までやってる時あるでしょ。そういう時は趣味とかは思わないですね。いい意味ですよ。嫌だとかじゃない。楽しい。ね、何って思うかっていうと社会的使命だと思ってやってますこの先生から受け取ったこれ非常にサッカーを楽しむための皆さんのお助けになるようなこのバトンをね、はい、俺のとこでせき止めてはいけないと、はい、駅伝ですよ。ありがとうございます。膝すりむいても四つん這いで走ってますよ僕は。いやだから大したこと僕はしてないですから、これはちゃんと繋がらなきゃっていうのはね、4本だろうが5本だろうが6本だろうがこの冬はね本当にやってやりましたよ。もうパソコン火吹いてましたよ。我々ね、ちょっと新しいパソコンぐらいちょっと買えるようにならないといけないですね。常になんとかがいっぱいですって出るんですよ。消してんすよ、消してんすけど多分もうギブアップって言ってんですよこいつが。負荷かけて、負荷かけないでください。私は MacBook Air なんです。プロではございません。封筒に入るように設計されたスティーブ・ジョブズのお父さんが作った薄く手軽なやつなんです。私に映像まで編集させないでください。そして同時にイラストレーターとか回すのやめてくださいって言ってブワーンってレジスタンスの声が聞こえるわけですよ。しかしそれを無視して、ね、やり続ける。熱々ですよ。目玉焼きぐらいだったら朝マックでピシッと焼けんじゃないかってぐらいの熱々になってますからね。気弱なネット環境で。本当にもういやただ先生はその1000倍ぐらいやってますからね。ねえ、ありがとうございます。ぜひ皆さんも応援していただきたいなと思いますけど、もう今よりも一層ご意見ご要望欲しいですよね。そうですね。こんな企画がいい、この選手をとわシリーズでやってくれと。そうですね。大体だからここからまあちょっと分かりやすいので言えばね、まあ1日に仮に2本上げてくってになっても、はいはい、例えば J1 のレビューでしょ、はい、で J2、J3 あたりから1本レビュー出して、うん、で海外でレビューを出します、うん、なんでレビュー系でこれでもう3本あるんですね。これは J1 のね、うん、シリーズ、J3 のシリーズ終わった後なんですけど、はい、うん、で結局同じように J1、J2 だと J2、J3 とかあと海外のプレビューものでも多分3本ぐらい出すんですよね、はい、だからこれでもう6本あるし、はい、でまた多分選手系のことをやって先生なんか曜日スケジュールみたいなの書いてたねツイッターに。ざっくりとかねどっぷりとかでしょ。そう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 、あんな定義先生やっぱそのねデータマンですか、数学的脳と未来予測みたいなのとこう試算がねすごいからすぐねこう表作っちゃうのね頭の中でね。でもう真逆なのよ僕とかと行き当たりばったりだから。いやもうねこれはね僕のね会社経営してきてるねやっぱねなんかね賢いんだよ僕ね。なんだろうこうすっごい戦略は確かに練るんですよ。ただ練った結果絶対にこう起こらないだろうことあるじゃないですか。起こらないだろうこと、これのことは絶対起こらないから外しとこうみたいな。よく起こったんですよねトラブルが。トラブル試練ですねそれはね。びっくりなことがたくさん起こったから最低限考え抜くぐらいのことだけはやっとかないと対応できない。石橋叩いた上でワイヤーはめとこうみたいなね。そうなんです。石橋叩いて渡るっていうためのこう橋を作ろうと思ったら橋の建設自体なくなるとかそういうことがいっぱいあったんですよ。なるほど。そうそうそう、なんでや川なくなってたとかね。そうそうそう、なるほど。それぐらいのことなんですよ。だからなしですっていう。なるほど。そんなこと言われたってとか。確かにね我々もね渡った先に何もないの知ってて渡んなきゃいけない橋とかありますから。ありますよね。何のためにこれやんのっていう。そうですもんね。だから我々がなんかこうちょっとなんか形の見えないものにこうねゲラゲラしながらねやっている姿をねシェアしていただいて皆さんもね楽しんでいただいて。全部見なくていいですもんね別にね。でもねやっぱりフルマッチだからもう選んでみていただいて。本当にでもこの動画をあれじゃないですか、見えないものを見ようとして望遠鏡のぞき込んだらやっぱもう静寂の木にされてお祝い点だと思うよね。天体観測のあのイントロね。そうですね。わかるかなみんな。爆音式ね天体観測ですね。行く前にプーンってなるんですよ。ちょうどうちの実家の夜間の音と一緒なんですよ。そうなんですよ。逆にだから夜間のお祝いでの聞くとパンプオブチキンって思うようになっちゃった最近。あとそれで言うと山手線の渋谷の「デン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 」っていうのが僕ルミネでも散々やったネタの尾崎豊の15年のオルゴールで出てくる音にそっくりなんですよね。僕だから途中で尾崎豊大好きなんだけど「デン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 」ってなると仕事だって思うようになっちゃった頭の中で。渋谷駅でいつも「デン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 」って言うとあれ尾崎のネタみたいな目一回生かさないとウケねえなみたいな。やっと治ってきました最近。職業病です。ってことね、皆さんからもう静寂切り裂くようにこうね、再生回数伸ばしてくれてると本当にありがたいなと思って。それが言いたかったんです。それだけです。切り打ちです。すみません。話しながらなんとなく思ったんでこれ喋ったのみたいな。いいんですよ、いいんです。そういう場ですから。これだってもうそういうくだらない話聞く人しか聞いてないんですから。そういうとこも作りましょう先生。だからゆるカフェが1万再生とか行き出したらとんでもない時間。行かなくていいですもんこれも。行ったらダメです。やばい。ゆるカフェはもうガス抜きです。先生と私のガス抜きですから。ですし、ここでは何でも受け止めますんで、ゆるカフェへっていう質問、ご要望いただきたい。基本的に我々コメントをほぼ全部見てるはずなんですね。そうですね。ツイッターのは半分ぐらい大体返してるし、まあいいね押したりだとか基本的に反応しますけど、あとはコメントがいっぱいツイッターねやってくれてますからね。そうですね。ちょっと YouTube まで全部にコメント返しは 100% 無理なので、それであった時にはもうねちょっと従業員も雇わなきゃいけないレベル。そうですね。その辺のご応募も待ってますからね。可愛い子ちゃんがいいですね。可愛い子ちゃんと屈強な男がいいですね。あとはだからそれを実現させて実現できるような投資家の方もちょっとお待ちに。そうですか。そうですね。投資家の方ですか。チャンネルすごいじゃん。あ、そうか。パソコン買ってほしいですね。そうね。ケーキとしてお前作ってくれよ。ああ、いいですね。その分我々超頑張ります。ケーキは食べれないもんね。ケーキは死にます。ケーキね。そうですね。わかりました。いや今日は2月ですか27になって気がつけばね、むしろ3月ですね。はい、そうですね。桜ももうやっとポカポカしてまいりましたんでね、やってきました。編集シーズンですね。到来、年間だわ。春の編集シーズン到来ですよ。カフェとかでやっちゃおうかな。桜の見えるカフェでやっちゃおうかな。でもそれにはパソコンが必要ですね、結局ね。これね、バッテリーがまず持たないのよ。そうなんだよ。2秒ぐらいしか持たない。外したら嫌じゃなかったら。もうだから我々ね、もうノートパソコンを持ってるはずなのにほぼ持ち運び用デスクトップですから。そうですよ。薄いデスクトップですこれ。そういうことです。助けてください。いらない人くださいね。はい、いや楽しかったです。じゃあ授業に戻ります先生。そろそろそうですね、休み時間終了ということで、やりたくてしょうがない。やりたくてしょうがないよね。やりたくてやりたくて震えるぐらい震えてますですもんね。はい、その時間をね演出していきましょう。いやもうこのゆるカフェの開いてくれるね、こうサッカーの匂いも何にもないサムネイルなのに開いてくれるということは、多分もう他のことをいっぱい聞いていただいて、もう本当に最後に来てくれてる方だと思いますから、このその方たちに向けてたまにお送りしてるこのゆるカフェ、アフタヌーンですので、既得な方ありがとうございましたね。チャンネル登録って言いますけど、してる人しか聞いてないと思うんですよ。絶対そうだよね。新規でこれ聞く人はいないと思いますから、コーヒーファンしかいないと思いますから。まあなんで身の回りの方に広めていただければ。そうですね。はい、よろしくお願いいたします。偏屈な男たちがなんかサッカー語ってるぞと。はい、そうですね。もう既得なやつがいるぞとですね。はい。本当に死ぬほど暇な時に聞いてください。ね、あとそういえばあれですね、3月19日に5日でイベントやりますから。ああそうだ、そういうのはここで言った方がいいですよね。そうですね。はいはいはい。ここで聞いてくれてる人がの大半が多分来てくれる。そうだ、大塚ドリームシアターというところでね、夜やります。詳しくはもうすぐ出しますんでね、来ていただきたい。もう出せや時間までって話のタイミングですよね。ね、僕も知らないから。そうだ、チケットどうやって売っていこうかもこれからですから、何にも分からない。多分ベースってところで出せると。なるほどなるほど。それは全部よろしくお願いします。頑張りますね。販売シーズンですからね、はい、編集シーズンの販売シーズンね、フル回転でお送りしていきたいと思います。差し入れでミルクだけは本当に勘弁してください。そんな子供っぽい人いないですから大丈夫。ありがとうございました。ということでゆるカフェ、アフタヌーン井上まーでございました。ノーミルク佐藤。はい、本当にありがとうございました。明日の朝もよろしくお願いします。続いて撮ります。チャイム。